ずっとメリアの話が頭から離れなかった。メリアが推薦する生息シーンの素質がある子。でもなんで色人者なんだ。あーとー何週、月週、また来週。最後にわかんないわよ。今日出発するんだから早く起きなさいよ。あー、うん、ごめん、すぐ準備する。え、まだ朝5時じゃん。わかねえ、お父さんとお母さんへの挨拶考えとかないとでしょ。え、なんの娘さんを僕にください。ってやつ。でもうなっちゃってるんだけどねー。やだもう。テンション高いな。とりあえず、準備するから。ご主人、これはせっかちゃんにとって大事なことです。今から3人で考えましょう。ここから出てきてんだよ。ふふ、私の気配を感じ取れないようではまだまだですね。30分前くらいからこの部屋に入ってたわよね。さすがせっかちゃん。ずっと起きてたのに気づかなかった。さあさあ、せっかちゃんの嫁入りの言葉考えますよ。ああ、面倒くさい。何やってんだ、お前ら。親への挨拶練習です。え、ただいまでいいじゃん。違いますよ、婚約に対する挨拶ですよ。さっき、気が早すぎるんじゃ。声は人をバカにする。いつもの冷静なせっかちゃん帰ってきて。俺もそう思うよ。さあ、朝食の時間だわ、パト、準備しっかりとね。私も準備しないと。聞いてたけど、これは想像以上だねー。俺、どこで間違ったのかな。多分そういう運命だったんだ。諦めろ。とほほ。そういえば、目的地は決まってるの。ああ、実家に向かうらしい。実家、またどうして。メリアが専属神にふさわしい子がいるから実家に行きたいって言ってたんだ。だから挨拶練習なんかやらされたのか。朝早くから叩き起こされてね。どんまい。そうだ、狼一応聞きたかったんだけど。何？多分この度、本当に長い間帰ってこないと思う。それでこの家は要に任せようと思う。いいのか？ああ、それで王か。俺たちは実家に帰る、そこまでついてくるか。どうして？考えたんだ、王家は実家に帰るべきなのか、ここに残るべきなのか。そもそも王家と石家は俺の面倒を見るためにここに来た。その役目がなかったら王家はわざわざここに残る必要がないんだ。確かにそうだね。最初はそんな理由だったな。せっかもメリアも多分帰らせるだろう。だからここで聞かせてほしい。幻想郷に残るか、実家に帰るか。そうだ、わざわざ王家がここに残る理由がない。パパの言う通りだ。でもまた一人か。まあ、屋根に一度落ちた奴が何言ってんだって感じだがな。なるほど、つまりパパは私に選択肢をくれるってことだね。ああ、残るなら俺が二人を説得させる。約束しよう。じゃあ残る。私ね、せっかちゃんと約束したの。お互い成長してまた会おうって。実家に帰っても成長はできる。でも私が求める成長はそこじゃない。自らの意志で、自らの考えで、私の道を切り開きたいの。せっかちゃんがそうしていくように。そうか。すごくいいと思うよ。それにね、かなめくんを一人にさせたくないの。こっちに帰ってきてからずっと私の看病をしてくれた。私が暇な時、ずっと私の話し相手になってくれた。多分私思うんだ、カナメくんは一人が怖いんじゃないかなって。そんな。嫌なこと、思い出しちゃうんでしょ。だから私はここでカナメくんと残る。それが私の答えだよ。わかった、カナメもそれでいいか。ああ、悪い、ちょっと席を外す。響いたみたいだね。うん、カナメくんは本当に優しい人だから大丈夫だよ。ああ、俺も信用してるからあいつに託したんだ。頑張れよ、王家。うん、パトの方こそ。せっかちゃんとメリアちゃんを泣かしちゃダメだよ。ああ、二人は必ず幸せにさせる。この先増える専属心も同じだ。ふふ、ならよろしい。みんなご飯できたわよ。俺、カナメ呼んでくる。それが王家の答えなんだね。うん、この幻想郷で私だけの新しい世界を見つけ出すよ。カナメくんも一緒にね。何かあったらすぐに連絡してきなさい。私すぐに駆けつけるから。頼もしい。よかったな、カナメ。パト、俺は本当にお前たちに感謝している。一度闇に落ちた俺をここまで救ってくれた。今思えばあの時、お前と戦った時以降だな。俺は仲間の大切さに気づいて、そしてそのために、自らいた闇に抗った。それで以前の仲間を失って、自分すら恐れて。俺、狼に言われた時、心臓が跳ね上がった。図星だったから。パト、狼と家は任せてくれ。俺はお前たちが大切にしてきたものを必ず守りきってみせる。ああ、頼んだ。男と男の約束だ。ああ、そうだな。
頑張れよ、俺のヒーロー。ああ、強くなって帰ってくる。そして俺とメリア、セッカは準備を整え、白霊神社に集まった。長い間、幻想郷を離れることになるけど、みんな、元気でね。とびっきり強くなってきなさいよ。いつでも帰ってこいよ、またバカ騒ぎしようなんだぜ。冥界の件ですごくお世話になりました。ゆゆこ様から気をつけてね、って伝言を預かっています。ヨウム、相変わらず堅苦しいわね。だって、まあ、永遠の別れになるわけじゃないし、いいじゃない。そうだな、次帰ってきた時のうつ主の実力が楽しみなんだぜ。あんまりハードル上げないでよ、怖いな。任せてください、私が心を鬼にして教え込みますから。あら、私もいるから楽はさせないわよ。うわぁ、大変そう。さあ、とうとう始まるんだ、道と可能性の旅へ。メリア。はい、ご主人。せっか。準備 OK よ。さよなら幻想郷。俺は強くなって帰ってくる。みんな、行ってきます。頑張れよ。私だって負けないんだからね、せっかちゃん。荷物はとりあえずこんなものかな。現実世界は今は荒れてるって聞くし、忘れ物したら大変そうだ。大事なもの？忘れてるわよ。と、くるくるくる。したーん。何か忘れてたっけ？わ、た、し、お。忘れてるわよ。かわいすぎだろ。やばいもの見てしまった。まさかあそこまでアネゴが変わってしまうとは。またの兄貴、恐るべし。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。